どうもこんにちは、よろしくお願いします。量子コンピューター2021年やっぱ過渡期なんですけど、ニュースどんどん出ますよね。で、うちも頑張って今開発かなり高速化してるんですけど、まあちょっと頑張ってやっていきたいと思います。で、すごいっつって量子コンピューターのソフトウェア、ミドルウェアの開発順調なんですけど世界中はもっともっと順調だと思うんで、まあ、追いつくようにですね、ちょっと頑張ってます。で、今回ですね、プサイコンタムって光量子コンピューターのですね、ベンチャーが評価額ですね、3500億円ですね、ベンチャーですよ。時価総額3500億円で余裕でユニコーンですよね。で、500億円調達というニュースが入ってきてます。で、こちらですね、最近グローバルファウンダリーズって世界第3位ですかね、のそういった半導体の請け負いのが海外ですね、もともと AMD の部門だったと思うんですけど、グローバルファウンダリーズってところが、最近はですね、シリコン量子ビットっていうので、超伝導ゲートのですね、シリコン型半導体量子ビットの次世代型のですね、受け負って作ったり、このプサイコンタムと一緒にやってるのはですね、シリコンウェファー上に乗ってる光量子コンピューターと呼ばれるタイプで、シリコン量子ビットはちょっと別のタイプなんですけど、これの製作をしているというニュースになってます。で、これはですね、今回はプサイコンタムっていうのが500億円の調達をしたということで、これハードウェアメーカーですね、アメリカのハードウェアメーカーなんですけど、もともとですね、イギリスの大学からスピンアウトしたベンチャーで、アメリカのですね、パロアルトなんで、シリコンバレーの付近に本拠地を置く、まあ、光量子コンピューターのハードウェアベンチャーですね。うちもここは調達する前から結構ちょこちょこ話題にはなってたんですけど、光量子コンピューターですね、結構いろいろ難しいものがあって、まあ、これすごいニュースだなと思います。で、今回ですね、まあ、リードインベスターはブラックロックっていうのはかなり有名な、まあ、投資会社ですか、資産運用会社ですかね、なってます。で、まあ、今150人体制で開発してるっていうんですけど、光量子コンピューターということで、シリーズ D ですかね、バリエーションとしては3500億円なんで、30億ドルなんで、30億ドルちょいなんで、3500億円ぐらいですね、バリエーションで、シリーズ D で500億円超出すというふうになってますね。なんで、すごいやり手ですよね。で、まあ、ボストンコンサルティンググループが2020年のですね、量子コンピューター業界全体の投資額って、ね、多分600億円ぐらいだったと思うんですけど、今回2021年ですね、この1社だけで2020年の業界全体のですね、投資額のほとんどを占めるような感じになってます。で、最近、ね、ハードウェアメーカーへの投資かなり活発化してますよね。フランスのパスカルですね、冷却原子系のですね、ベンチャーに32億円だったりとか、まあ、いろんな量子コンピューターのハードウェアメーカーですね。コールドクォンタですね。まあ、最近流行ってるのはやっぱり IonQ のですね、イオントラップ方式。の時価総額2000億円で600キャッシュの、上場。そして、ハヌエルのですね、量子コンピューター部門のスピンアウトで CQC と統合して、まあ、上場計画。そして、このプサイコンタも光量子コンピューター。そして、あとアメリカのじゃなくてカナダですね。トロントのザナドゥが100億円調達ということで、同じような光量子コンピューターのチップ開発ということで100億円調達してますけど、この今回のプサイコンタムはさらにそれを上回る500億円ということで、まあ、超絶すごいですよね。この最近の傾向としては、量子コンピューターのハードウェアですね、冷却原子系、そしてイオントラップ、そしてこの光量子コンピューターの、まあ、3種類ですね。超伝導方式はもうすでに IBM の方でほとんど一人勝ち状態で勝負ついてますので、今後はですね、この冷却原子系、イオントラップ、そして光量子コンピューターの3方式が2021年から2025年までのですね、このハードウェアのマーケットを取り合うというような、まあ、構図になっています。で、2025年以降何が出るかというと、今度はインテルですとか SQC と呼ばれるような新しい新次世代型のシリコン量子ビットですね。これはうちの方では今温度を取って開発をしてますけど、シリコン量子ビットの方も、2025年以降と出るということで、まあ、うちのブルーキャット社はそのシリコン量子ビット今メインのですね、ターゲットとして本命視してますけど、その 前段でですね、光量子コンピューターというのもあります。で、光量子コンピューターは国内はですね、東京大学さんと、あと NTT の方で開発光量子コンピューターがありますので、まあ、その勢力にですね、期待したいということですけど、今回はですね、完全なハードウェアということで、500億円調達ということで、これはですね、量子コンピューターの、光量子コンピューターの中でも、特に量子ビットが多くて、誤り訂正がされたっていうハードウェアを直接ですね、作りたいということで、
負債コンタムに関してはですね、そのちょっとずつ小出しにして市場を制圧するというよりは、やっぱりもうその時間がもったいないんで、最後の最後ですね、目標としている未来の光量子コンピューターを、まあ、直接ですね、大金をつぎ込んで作るという戦略になっています。で、最近の傾向としてパスカルとか、それと AQT とか IonQ、ハネウェルとかですね、そのハードウェア専業のですね、メーカーが目立ちますよね。なので量子コンピューターも2020年はですね、ハードウェアに対するですね、投資というのは非常に進んだんですけど、フランスもまだまだ隠し玉がありますけど、パスカル冷却電子系、アメリカもコールドコーンターですとか、あとイオントラップは IonQ、アメリカのハネウェル、そしてオーストリアのアルパインクォンタムテクノロジー、で光量子コンピューターに関しては、アメリカのプサイクォンタムとカナダ、トロントのザナルというふうになっています。で、この中でですね、戦略が、まあ、ちょっと曖昧なのがカナダのザナルですね。100億調達はしてるんですけど、ソフトウェアとハードウェア両方分を持ってるんで、これはですね、クラウドサービスを提供して、光量子コンピューターですね、やるっていうよりは、まあ、ちょっとうまくですね、やろうとしすぎちゃってて、うちと一緒なんですけど、あんまりまあちょっと中途半端な感じになっちゃう。で、ハネのですね、量子コンピューター部門もスピンアウトし、CDQC ってイギリスのですね、量子コンピューターのベンチャーとくっつくって話なんですけど、まあ多分ですね、ハードウェアとソフトウェア両方やろうとしてろくなことないんで、まあ、個人的にはこういったプサイコンタみたいなハードウェア専業っていうところが、まあ業界としてはいいんじゃないかなと。持ち屋持ち屋なんで、結構くっつけるとですね、よろしくないという。まあなんでかというと、これはもう完全にですね、業界の流れなんですけど、まあ、くっついてですね、ハードウェアソフトウェア両方やろうとしてると、なかなかエコシステムが広がなくて、まあ、あんま業績あんまうまくいかないっていう例が結構多くてですね、ハードウェアハードウェアで売る、ソフトウェアソフトウェアで売るっていう方が、まあ、個人的には量子コンピューター業界今のところうまくいってるんじゃないかなと思うんで、このプサイコンタムの500億円っていうのはかなり大きな話で、 IonQ とかプサイコンタムっていうのはハードウェア専業ですね。で、一方で最近のハネウェルとかあとザナズとかはソフトウェアとハードウェア両方やっちゃうと。で、まあ、あと今までの歴史上で言うとリゲッティとか DM とかですね、ハードウェアがちょっときついからソフトウェアもやろうっていうので、まあ、ちょっとどっちつかずになっちゃって、まあ、結構グダグダになっちゃうってパターンが結構多かったので、この時にはプサイコンタムは応援したいですね。で、プサイコンタムが抱える光量子コンピューターっていうのは難しいところはソフトウェアなんですよね。実は、ハードウェアができたとしてもソフトウェアをきちっとですね、作んなきゃいけないんですけど、まあ、現状光量子コンピューターってソフトウェアスタックがあんまなくて、カナダ、トロントのザナドゥが提供しているストロベリーフィールズ、もしくは、うちのブルーキャットが提供している、フォトンキャットですね。この2種類しか今世界中で、光量子コンピューター系の SDK というのがありません。そもそも。なので、まあ、そこのところちょっと厳しいかなと思うんで、このプサイコンタムが今後ハードウェアの開発が成功したとしても、その継続的にですね、業界で商用化を進めていくには、ソフトウェアスタックが結構大事なんですけど、現状ですね、うちのフォトンキャットとザナドゥのストロベリーヒーズっていうところで、ザナドゥは自社ですね、ハードウェア開発してるんで、まあ、DM みたいに DM オーシャンプラスチップを売るみたいな感じで、クラウドサービスまでのフルスタックという方式を取ってるんですけど、まあ、うちはですね、フルスタックはやってなくて、まあ、あくまでソフトウェアとミドルウェアを提供するだけというふうになってます。まあ、これはですね、今後どういう戦略でうまくいくかいかないかっていうのはちょっとよくわからなくて、光量子コンピューターで光量子コンピューターの難しさがあるんで、これはですね、覚悟を決めて、まあ、うちもですね、本当は、ちょっと決めたいんです。量子ビットと光量子コンピューター両方抱えるのは難しいんで、まあ、どっかのタイミングでですね、量子ビットの方に集中して、まあ、光量子コンピューターは光量子コンピューターで、まあ、ちょっと別の方式でやってもらうっていう方を選択しなきゃいけないと思うんで、まあ、今後はですね、光量子コンピューターの方も興味ある人はですね、光量子コンピューターに身を捧げてですね、研究開発ですとか、商用化っていうのを目指していただきたいと思います。じゃあ今回は以上です。